三日越こんばんは。こんばんは。なんと今日僕に彼女ができました。うわー、なになに、ちょっとみんなあるじゃん。人生初の彼女です。この夏は彼女と一緒にいっぱい遊びたいです。ということで、三日越なら夏に彼氏と何をして遊ぶ、またはデートをしたいですか。すごい、おめでとう。なんでできたの。なんでなんで、どういういきさつ、気になる。いいじゃないですか、本当夏直前のね、今から夏休みって時に、私だったらそうだな、夏でしょ、家で冷やし中華食べる。遊ぶやつね。遊ぶやつはなかったかな、家でできるやつ。そうね、基本的に外出たくないですね。でも外出るとしたら、いや、水着は着たくないんですよ。水着はやだ。なんかあらプールとか行ったら絶対目移りするじゃん。多分私がこのプール場にいる中で一番ダメな体だとか思っちゃうから、なんかね。そうだな、室内だな、室内。デートね、デート、なんだなんでこんな想像できないんだ私。想像力でほんと乏しいんだよね。なんならどんなデートしたい。散歩。ダメだ、何にも出てこない。あ、猫カフェ行きたい。猫カフェだから、まずは猫アレルギーとかだとねっていう問題になっちゃうんだよね。はい、私何にも大した答え出てもらえない。一緒にかき氷作る。すいませんでした。なんかごめんね、みんな。はい、ということでたくさんのメッセージありがとうございました。